ちらが正しくてどちらが間違いか決めるしかないね。行くぞ限界。はな強さ、それがパワーだ。ブラ
魔界のお辞儀僧は気が荒い。どうやら貴様を敵として認めたようだ。そいつからは逃げられんよ。バン。気に入ったぞ、クラマ。ますます殺したくなってきた。怪我で血迷ったか。近づくのは自殺行為だ。容器が見えないならどこにいても同じだ。粉々に吹き飛ばすのは簡単だ。そうはしない。その美しい顔を残して死ぬ。もう死ぬんだ。南田秀一の肉体に陽子の力が戻りつつあるんだ。てめえだけは、てめえだけは許さねえ。くさまりやがれ。何霊気をシルゲンのように飛ばすとは、なかなか器用なやつだ。
てめえ不死身かよ。しまった。母さんの死をもてあそんだてめえが悪い。くたばり。無駄だ。俺は何度でも再生するぞ。こいつは本当に便利な道具だぜ。今の俺の気分にぴったり変形してくれやがった。何よ。弱点がどこだか分かんねえんなら全部ぶっ潰したら。俺の黒竜派を舐めるな。見えるか。これが黒竜を極めた者の容器だ。勘違いしている奴らが多い。黒竜派は単なる飛び道具じゃない。術師の妖力を爆発的に高める栄養剤、つまり餌なのさ。バトルオーラが。いよいよ暗黒武術界決勝戦、泣いても笑ってもこの試合で全てが決まります。優勝決定戦、ドクロ選手対浦飯選手。戸倉選手もただでは済まないでしょう。
なんと、トグラ選手無傷です。アンテ、ウラメシ選手、まだ十分に余力を残していました。一方、トグロ選手も何やら不気味な陽気を発しております。ついに出るのか、トグロ 100%。 何かを一つ極めるということは他のすべてを捨てることだ。逃げたんだろ、俺は捨てねえ。しがみついてでも守る。できる。魂捨てた代わりに得た力を全部使ってかかってこい。てめえの全てを壊して俺が勝つ。
100% 中の 100%。 もう二度と撃てなくなってもいい。ありったけの力を込めて撃つ。舞い上がれレイガー。力を出せたのは初めてだ。礼を言うぞ、恨めし。立ちました、恨めし選手。やって、暗黒武術会優勝は恨めしチームです。めちゃめちゃ一人ぼっちの人。
年寄りを置いていく機会と勝手に墓を作るんじゃない、冒険。母さん